富良野観光物語。十勝岳連峰の山々。旭川空港から国道237号線を南下して車で1時間ほどの距離にある上富良野町。十勝岳連峰や芦別岳などに囲まれた富良野盆地の北部に位置しています。南側の市街地を囲んで牧歌的な田園地帯が広がっています。ラベンダーが有名ですが、大自然の美しい景色や美味しい農作物も堪能できます。6月に入り、5月末の暑さが嘘のようにすっかり涼しくなりました。今日は爽やかな風の吹く北海道らしい気持ちの良いお天気です。最近雪が溶けて初夏の佇まいに変わった山々を眺めに十勝岳温泉に行きたいと思います。あいにく十勝岳連峰は厚い雲に覆われているようです。少し経つと雲の間から富良野岳の頂が見えてきました。今日は一年を二十四に分けた二十四節気の芒種になります。今年は6月6日からが芒種です。芒種は麦の刈り入れや稲の植え付けに適した時期とも言われていますが、すでに田植えは行われ稲が育っています。田んぼの水面には空が映し出されているのを見ることができます。青い空に続くようなまっすぐな道、東四線道路を富良野市内から上富良野町に向かって走っていきます。五島住夫美術館を越えて間もなく右折をして吹上富良野線を登っていきます。白樺や唐松の新緑が青い空に映えています。新緑の木々がとても美しいです。山々を間近で見ることのできる十勝岳温泉郷は標高1280メートルまで上がっていきます。標高が高くなってくると至る所に雪が残っています。周りの自然も季節を逆戻りしているような、まだ春先のような景観です。可愛らしいフキノトウやタンポポにも出会えました。富良野岳の山肌がすぐ近くに見えてきました。上富良野市街からゆっくり車を走らせて30分ほど。
ようやく十勝岳温泉郷に到着しました。十勝岳連峰の山並みがすぐ近くにあります。標高が高いので肌寒く感じます。体感温度は平地に比べると 4、5 度低いように感じます。遠くから眺めていた雪が残る山肌が目の前に広がります。山並みの威厳に満ちた姿に圧倒されるような感覚です。振り返ると富良野盆地が遠くに広がっています。雄大で美しい自然を間近で感じることができました。青い空と雲と山並み、大いなる自然に抱かれて日々を過ごしていることに感謝の気持ちが湧いてきます。壮大な山並みの佇まいの神聖さ、とてもすがすがしい気持ちで山を降りることができました。